皆さん、こんにちは。マーキーです。今回はですね、PC 版 Call of Duty Black Ops 6、ついに発売しましたね。プレシーズンのパフォーマンスと視認性が上がるグラフィック設定と、その他プレイがやりやすくなる設定を紹介いたします。今年もね、設定動画などいろいろ配信していきたいと思いますので、私、マーキーをどうぞよろしくお願いいたします。早速ね、設定の方を紹介していきたいなと思うんですけども、まずはこちらのロビー画面から、右上のこのダイヤルマーク、歯車マークを選んでください。そうしましたらグラフィックっていうボタンが出てきますので、こちらグラフィックを選択します。それではね、ディスプレイから設定をしていきましょう。表示モード、こちらはですね、全画面に設定してください。こちらですね、全画面の方が画面の遅延が減りますので、特に問題がなければ全画面を選びましょう。そして次にリフレッシュレートとディスプレイ解像度ですね。こちらは自分が持っているモニターで出力できる最大のものを選んでください。私の場合は 380Hz のモニターとフル HD のモニターなので、リフレッシュレートを380、ディスプレイ解像度を 1920×1080 にしております。次にディスプレイガンマですね。こちらはですね、 PC モニターを使っている場合は 2.2、 テレビなどを使っている場合は 2.4 にしてください。次にガンマ明るさですね。こちらをクリックしていただきますと、こんな感じの画面に移動します。で、明るさなんですけども、55以上にするといいと思います。55以下はね、結構暗がりが増えてしまうので、我々日本人にとって結構見づらいかなと思うんですけども、55以上であれば、まあ、暗がりいる敵とかもね、結構見やすくなると思いますので、55以上に設定すると良いかなと思います。次に NVIDIA リフレックス低遅延ですね。こちらもオンにしておきます。こちらのですね、オンブーストってやつもあるんですけれども、まあこちらはあまり恩恵を受けなくなってきているなっていうね、設定でございまして、まあこちらを使うと電気代の無駄にもなりますので、オンだけで十分です。次に VSync、 ゲームプレイの方ですね。こちらはオフにしておいてください。こちらは画面の遅延につながる設定でございますので、必ずオフにしておきましょう。その他基本的にはね、デフォルトの設定大丈夫なんですけれども、一番最後 HDR 対応モニターの場合はハイダイナミックレンジっていう設定が出てきます。こちらもしオンとか自動になっている場合はオフにしておいてください。ゲームプレイにおいては HDR 結構ね、邪魔になってきますので、設定の方をオフにしておきましょう。次に品質の方に移りたいと思います。それではグローバルクオリティから設定をしていきたいなと思います。レンダリング解像度、こちらは100のままで大丈夫です。ダイナミック解像度、こちらもオフのままで大丈夫です。アップスケーリング、シャープニング、こちらはですね、パフォーマンスの真実を上げるための大切な設定となっているんですけれども、今回ですね、おすすめを2つ紹介したいなと思います。どちらか一方好きな方を選んでみてください。で、1つ目がですね、NVIDIA DLSS ですね。こちらはパフォーマンスと申請両方兼ね備えた設定でございまして、こちらの中のさらにを表示していただきますと、プリセットとシャープネスってやつが選べるんですけれども、おすすめのプリセットはクオリティですね。もし WQHD 以上のモニターを使っている場合は、バランス重視、パフォーマンス、ウルトラパフォーマンスなんかもね、視野に入れて検討してみてください。で、シャープネスに関しては上げれば上げるほど遠くの敵の輪郭がはっきりしますので、自分の PC のスペックと相談して、できるだけ上げるといいかなと思います。次におすすめなのが FidelityFXCAS でございます。こちらはですね、輪郭がかなりはっきり見える設定でございまして、視認性は抜群です。一番見やすいと思います。ただパフォーマンスは先ほど紹介した DLSS よりは下がるので、若干注意が必要です。こちらさらに押していただきますと、 CAS の強度ってやつを選べますので、だいたい0から70の間でね、設定するといいのかなと思います。上げれば上げるほど見やすくなるんですけれども、まあ、100まで上げちゃうと結構ね、あの FPS が下がってしまいますので、まあ、ちょうどいい感じの強度っていうのが70ぐらいまでなのかなと思っております。その他のプリセットは以上の2つを上回る設定が今回ね、見つけることができなかったので、選ばなくても大丈夫です。VRAM スケール目標、こちらはね、60から80に設定します。 VRAM をどれぐらい使いますかっていう設定なんですけども、 BO6 は目標が高めの方がパフォーマンスが上がるかなと思いますので、80ぐらいがちょうどいいかなと思います。可変レート、シェーディングはオフのままで大丈夫です。次に細部とテクスチャーをやっていきます。テクスチャー解像度、こちらは低にします。最低っていうやつもあるんですけども、最低にすると結構ね、グラフィックがガビガビになっちゃったり、レティクリがぐちゃぐちゃになったりとかする可能性もね、ありますので、低以上がいいかなと思っております。でもね、上げすぎてもね、結構こんな感じでね、 VRAM たくさん使ってしまいますので、低ぐらいがちょうどいいかなと思います。テクスチャーフィルターの違法性、こちらはですね、高以上にします。高以上にすることで遠くの床などのボケ具合が減ります。パフォーマンスを下げるような設定ではないので、高いほど良いかなと思います。
社会進路、こちらは基本的にオフで大丈夫です。ADS 時に武器がボケるのを防ぎ、パフォーマンスを下げるのを防ぎます。詳細品質、こちらは低にします。草などのクオリティが低くなるので、隠れている敵を見つけやすくなるっていうメリットがあります。パーティクル解像度、こちらは低にします。こちらの設定は、パーティクルの繊細さを上げる設定なんですけども、まあ、今のところ低にしておいても、高にしておいても、そこまでに見え方に違いがなかったかなと思いますので、今のところは低で大丈夫だと思います。着弾のあとはお好みで設定してください。永続的効果、こちらですねオフにします。こちらは爆発などの視覚的効果を減らすので戦闘時の視認性が改善されます。シェーダーの品質、こちらはですね低にします。こちらライティング処理に関わる設定なんですけども、まあ、光り輝いてても、まあ、反射がよく見えてもあまりねゲームプレイには関係してこないのと視認性もあまり関わってこないかなと思いますのでパフォーマンスを優先するために低で大丈夫です。オンデマンドテクスチャストリーミングは最初にします。そしてさらにを表示押しまして、こちらステイテクスチャーキャッシュサイズってやつがあるんですけれども、こちらを16にします。でダウンロード制限をオフにしておきましょう。これを設定しておかないと、そう BO6 結構パケットバーストが発生しやすいゲームなので、こちらをね設定しておくだけでパケットバーストを防げるっていうお話なので、まあ結構まだ出るんですけれども、なのでねこの設定をしておくといいかなと思います。次に影と照明の設定なんですけれども、こちらはね基本的に調整かオフか低で大丈夫かなと思います。影は結構ね FPS のパフォーマンスに影響してくるので、できるだけ設定を下げることが望ましいかなと思います。影がはっきり見えなくても作的には何ら問題がないので、まあ、この設定でいいのかなと思います。最後に周辺環境ですね、こちらも基本的にオフか低にします。ただしこの堆積品質ってやつのみ中にしてください。こちらは霧や砂ぼこりの演出が鮮明になるので画面をクリアにするのに役立ちます。ただし重ための設定でもあるので FPS が結構下がってしまうようでしたら、まあ、低にするのも検討してみてください。それでは次に表示タブに移動します。視野角から設定していきたいなと思います。視野角とエイム視野角、こちらですね、お好みで設定しておいてください。武器の視野角、こちらねワイドにしておいてください。持ってる武器が小さく見えるので視野が広くなるかなと思います。次にカメラに行きまして、ワールドモーションブラー、ウェポンモーションブラーをオフにします。オフにすることで視点を動かした時の残像がなくなります。この残像にかかる処理が結構ね重ためなので、パフォーマンスを下げないっていう意味ではこちらの設定はオフにしておくのをお勧めしております。でここまで来ましたらインターフェースの方で HUD の設定をしていきたいなと思いますので、こちら移動します。 HUD の設定をしていきたいと思いますので、ゲームプレイの HUD こちらを押します。そしてそのまま HUD のプリセットっていうのがありますので、こちらを押します。これレイアウトの一覧っていうのが出てきます。ブラックオプスではいろいろなねレイアウトを楽しむことができるんですけれども、私の中ではおすすめはこちらの拡大ですね。様々な UI がね結構でかくなってしまうんですけれども、こちらのミニマップが結構大きくなるっていうことで、ミニマップをねよく見ながらゲームプレイする人には結構おすすめの設定となっております。まあその他にもねいろいろありますので、いろいろ選んでみてください。で次にビジュアルに行きまして、ミニマップの形状ですね、こちらラウンドになっている場合はですねスクエアに直してください。ミニマップの形状はラウンド、丸型とスクエア、四角型があるんですけども、四角の方がね見える情報量が多いので、必ずスクエアに設定しておきましょう。で次に色を選択してください。まずはじめインターフェースエレメントカラーをやっていきたいなと思います。で私個人的におすすめなのが HUD カラーフィルターを2型にするのをおすすめしております。この2型にすることによって敵の色が赤から黄色になるんですけども、人の目にとって赤よりも黄色の方がね、自然にね入ってきやすい色なので、まあそういう面で敵を索敵するっていう意味では、まあ黄色にしておくのがいいかなと思います。まあこんな感じで敵の文字が結構見やすくなるので、まあこんな感じでね、敵を黄色にすることによって、いろんなシーンでね、見えやすくなるのかなと思います。次にカラーフィルターの設定ですね。カラーフィルターをフィルター2に設定します。で、カラーフィルターの指定を両方、ワールドの色彩強度を100にします。で、これなんでこの設定をするかと言いますと、COD ってね、結構我々日本人からしたら、暗いというかくすんだ色に見えるんですね。なので、色鮮やかな方がゲームプレイをしやすいかなと思いますので、こちらの設定をすることによって赤い色が、際立ちます。そうすることによって色鮮やかな、ゲーム画面になりますので、プレイパフォーマンス向上につながるかなと思っております。そうしましたら、戻るを押していただきまして、で今回ね、いつもだったらその HD の設定ってやつを皆さんに紹介するんですけども、今現在これ HD の設定バグってまして、これ最小にしてほしいんで、本当はね、最小にしてほしいんですけども、最小にすると今現在
HUD の設定バグってまして、マップとかね、めっちゃちっちゃくなったりとかして、さっき経験したんですけども。なので、今回ね、こちらの設定いじらずにそのままデフォルトのままで使ってみてください。で、最後、照準の設定を紹介したいなと思います。今回からね、照準はいろいろカスタムができるようになりますので、色なども変えられるようになりました。なので、そちらの方をね、ちょっと紹介していきたいなと思います。さらに表示を押しまして、今現在選べないんですけど、こちらオンにすることによって、いろいろ選べることができるようになります。で、照準の点なんですけども、こちらオンにしましょう。オンにすることによって真ん中に点がつきます。で、中央の点のスケールですね、こちら最大にしましょう。最大にすることによって、このポツ、真ん中のポツが結構でかくなるんですけども、でかくすることによって、スナイパーライフル運用とかヘッドショットを当てやすくなるかなという、個人的にはね、そう思います。で、照準のバラ付きなんですけども、こちらはね、オフにしておいてください。で、プレイヤーが動くことによって、照準ってね、ちょっとガタガタ、いつも動くんですけども、そのガタつきをなくすことができます。で、照準の不透明度と照準の色なんですけども、こちらね、プレイスタイルに応じて色を変えてたりとか、不透明度を避けていただけたらなと思います。私は照準よりも敵の方が目立った方がいいのかなと思っておりますので、人間の目にとって一番認識しづらい色の青色を照準の色として採用しております。設定は以上になります。これでね、パフォーマンスと申請ともに最高な BO6 になると思いますので、ぜひぜひこちらの設定で楽しんでてください。またね、この設定はこうした方がいいのではというのがあります。ぜひコメントでお寄せください。最後に役に立ったよって方はね、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。以上、マーキーでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。